積んだもん大変よ。お昼に食べるお米がないわ。まあまあ落ち着くのだ。いい機会だから非常食を食べちゃうのだ。この前買ってきたって言ってたやつ使っちゃうの？一度味を見ておきたかったのだ。ってことで今日はこれ、トップバリューの黄色いやつのパックご飯を食べてみようと思うのだ。非常食のフリーズドライご飯は味気なかったから買ったのよね。温める環境があるかは気になるけど、使えたら良きパートナーになれると思うのだ。非常時に電子レンジは使えないわよね。だからボイルすることが前提になるね。製造元はテーブルマーク株式会社、冷凍食品で有名な会社だよ。パックご飯はそのまま食べられるか？答えはノーなのだ。そうなの？生米は水を入れて加熱すると食べられる状態になるんだけど、炊き上がったご飯って常温で置いておくとパサパサのカリカリになるでしょう。お仏壇のお供え用のご飯はそうなるわね。また水と熱を加えると食べられるようになる。その性質を使ったのがパックご飯なのだ。ちょっと難しいわね。こっちでうまいことやっといたから温めてくれよなってことなのだ。おけまる水産で、このパックご飯は1パック180g、 5個セットで実売価格397円なのだ。1パック180円ね。私たちパックご飯買わないじゃない。これは安いのかしら。アマゾンが販売する砂糖のご飯は 200g 20個入りで2843円、 180g で換算すると1パック約130円かな。黄色いやつの方が50円安いのね。商品レビューでは星 4.0、 コメントを見てみようか。パックの素材のせいなのか、ご飯がプラスチック臭かった。安いので仕方ないかなと思いますが、リピートはしないと思います。炊きたてコシヒカリにはかないませんが、薬臭さや癖がなく十分美味しいです。防災備蓄品の定番商品、忙しい時に日常使いしています。甘みがあり美味しくて便利です。もちもちして美味しいです。レビュー7件のうち星5は1件だけあったわね。他の商品だとこのコメントなら5をつけそうだけど、ご飯の評価はシビアなのかな。じゃあ実際に温めて食べてみよう。見た目はこんな感じ。電子レンジの場合はフィルムを少し剥がして温めるんだって。今回はボイルで温めるから剥がしちゃダメね。パックは上向きにしてお湯の中に入れるんだって。沈むかと思ったけど浮かぶわね。災害の規模や種類にもよるだろうけど、道具、水、熱源が揃うかが問題だね。テーブルマークのホームページには非常時の温め方も載ってたわね。せっかくだからカレーにしようと思ってレトルトカレーを一緒に温めることにしたよ。これもトップバリューの黄色いやつなのだ。一緒に非常食袋に入れといたやつね。レビューは星3点もちょっと低いのが気になるのだ。よし、14分温めたのだ。災害時を考えると水は大事だから、この使い方はできないかもしれないわね。フライパンで炒めるように作っても洗い物ができないし、水が使えるようになったらって感じかな。ちゃんと温まってるね。中の空気が膨らんだのか、出した時はちょっとプクってなってたよ。じゃあ実食パートに移りましょうか。ガッテンデイ。このパックが容器にもなるって書いてあったから、今回は直接カレーを流し込んでみるのだ。これは助かるわね。ちょっと硬いのだ。開かないの？大丈夫大丈夫、ほらね。形が変わってたけど壊れたりしなかったわね。ご飯の匂いはしないね。そんなことないでしょ。正確には炊き上がりのご飯の匂いはしないだね。一度炊いてあるからそうなるのかしらね。表面と中のご飯の色がほんのちょっと違うかな。ご飯を混ぜた感触はどうかしら。普通のご飯だね。パサパサじゃないのだ。これにカレーを流し込むからご飯を寄せるのだ。ちょっと容器が小さくないかしら。山っぽくした方が良さそうだね。スプーンについたので味見してみよう。見た目は普通にご飯で、結構ねちょっとしてるよ。水が少し多かったかなってご飯だね。味はどうかしら。炊きたてと比べたら数段落ちるけど案外いけるね。黄色いやつのおにぎりより美味しいのだ。温かいってのも大きいのかしら。これカレー入りきるかな。どう、いけそう。あっためそう。頑張れ頑張れ、できるできる、絶対できる、頑張れもっとやれるって。そこで諦めるな、絶対頑張れ頑張れ、積極的に頑張れ頑張れ、やれるやれる。トップバリューの黄色いやつだって頑張ってんだから。なんとか入りきったわね。一時はどうなることかと思ったのだ。具はほとんど見当たらないわね。特
け込んだカレーって名前だからいいんじゃないかな。ではいただきます。辛さは控えめだね。んなんだろ、カレーなんだけどカレーっぽさがないな。じゃあシチュー？いやカレーなのだ。ビーフカレーを食べ慣れてないからかな。いや香辛料が少ないのか。深みのあるカレーを目指してるけどなりきれてないって感じかな。このカレーはいくらだったの？4袋入りで297円、1袋75円だね。なんか不思議なのだ。そろそろ星評価を聞いてもいいかしら？ご飯、カレーともに星4かな。パックご飯は食べ慣れてないけど、例のおにぎりより美味しく食べられるのが良かったのだ。ただ粘り気が強めだからここは好みが分かれそう。非常食袋に入れるかどうかは迷うけど、うちにストックとして置いておくのはいいかなって思うのだ。ご飯がない時の臨時って使い方ね。カレーの方は星3か4で迷ったけど、ソースをかけたら良くなったから4にしたのだ。普通に食べられるより若干上って感じかしら。75円でこれだけやれるなら十分だよ。今日の合計金額はこちら。例のおにぎり3個より安いし美味しそうね。どっちか選べって言われたらカレーを選ぶのだ。災害時の急場をしのぐのには扱いが難しそうだけど、状況が整って温かいものが食べたくなったら強い味方になると思うのだ。とりあえずストックとしていくつか食品棚に入れておきましょうか。新しいの買ってこないとね。じゃあ今日はこの辺りにしようか。それでは皆さん、ごきげんよう。